はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインジキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿奥湖西宮並木金田ロッキーです。さあ、今日はですね、10月30日から11月5日までの皆様の誕生月別占い、はい、こちらのタロットカードで運勢そのものを出しまして、出た目に対する提案はこの龍神カードで出していきたいと思います。さあ、寒くなってまいりましたですね、日に日にね。まあ、晴れは続いてるんですけれどもね、全国で、運動会季節竹縄ということで、食欲の秋、スポーツの秋なんですけど、皆さんしっかり運動してくださいね。はい、私ですね、来週末は沖縄県大会行ってまいりますので、同じ日にね、北海道大会と沖縄県大会があったんですけれども、ちょっと節々痛いので、あったかいとこ行く方がいいかなということで、沖縄に行くことになりまして、初めてなんでね、ちょっと楽しみなんですよ。ちょっとユタ的な人をね、なんか探して占ってもらいたいなとも思ってるんですけど、はい、そんな感じでね、来週は沖縄そば食べて、サーターダギーやったっけ食べて、ヤギ汁飲んで気合い入れて試合に臨んでいきたいと思います。はい、その前にね、阪神タイガースきっちり日本シリーズ優勝を決めていただきたいんですけれども、はい、そんな感じで、皆様の誕生月別占い、2種類のタロットカードで占っていきたいと思います。はい、ではこの出た目に対する提案、こちらの龍神カードで出していきたいと思います。はい、すべて出揃いました。解説していきます。1月生まれの方、吊り下げられた男の政治と龍脈、人生のターニングポイントのカードが出ております。もうちょっと我慢の時期続きますけれども、ここがターニングポイントになりますので、じっくり考えてしっかりした答え出してくださいね。出た答えに対して反応していけばいいので、まあ焦らなくてもいいですし、まあ結構焦る人が多いんですよね、結果でね。もうしゃあないじゃないですか。こう、なんか考えがまとまらないなら、まとまるまで、踏みとどまって考えれば、吊り下げられて考えてればいいわけですから。うん。だからみんな違いますからね、うまいことパパパ言ってる人もいれば、こう、なんていうか、運気の流れでみんな違いますので。はい、じっくり時間かけて考えて、しっかりした答えを出して、そこからがこう いい意味でのターニングポイントになるように、それはもうあなたの、出す答えに、こうね、かかってますから、はい、しっかりした答えを時間かけて出しましょう。2月生まれの方、次のカードの逆位置と瑠龍、いい流れに乗るのカードが出ております。こう出てるよりこう出てる方が、夜が明けて前に進み出しますやからね。はい、進み出して、ちょっとお休みして英気を養った分、流れに乗れますの。流れがあるわ、乗ってやる方でいいので、はい、頑張って流れに乗ってください。で、こうまたね、いろいろとあれやらなあかん、これやらなあかん、この人と絡んでいかなあかん、いろんなこと分かると思いますから。それに対して反応していけばいいので、頑張ってください。はい、3月生まれの方、愚者のカードの逆位と九頭竜、壮大なゴールの始まりのカードが出ております。まだ前に踏み出してないんですけれども、目の前には壮大なゴール。まあね、やっぱり壮大なゴールですから、大きい結果というか、見返り、お金かもわかんないですし、名誉かもわかんないですし、うん、はい、それに向かってね、動かさないといけないわけですから、ある意味自分で動いてないなら動いてください。
考えまとめ、あの1月生まれと一緒でね、考えまとめなきゃいけないんであれば、ちょっと踏みとどまって考えてください。それでいいので、うん、なんかもうビビって前に踏み出してないんであれば踏み出してください。はい、そんな感じでございます。もうやった人間にしか見えない景色ありますしね、喜び、こう栄光、やっぱりやった人間にしかもう見返りってやっぱり来ないですから、はい、頑張ってねやってみてください。4月生まれの方、ジャッジメントのカードの聖地と竜神カードが天竜、伸びやかな成長のカードが出ております。復活するモチベーション上がるっていうのがこのカードの意味になりますからね、まあいい意味でちょっと攻めていけばいいですし、まあ今までやってなかったことをもう一回やるぞって思ってる、やらなあかんなと思っててやれてない人はやっていただいたら結構ですし、運気に乗れると思いますので、いろいろ助けてもらえる部分もありますので、これもまあ、あの本当に自分がやらなきゃ何も起こらへんでと、で結果にまだ結びつくまではいかないですけども、始まりとしてはいい感じやと思いますのでね、いろんなものをいろんな人、運気が助けてくれて、いろんな人が寄ってきて、まあ物事がポンポンポンと進んでや思いますので、はい、そこでやらなきゃいけないのはもうあなたですからね、しっかりやることやっていい結果に結びつくように頑張ってください。はい、5月生まれの方、運命の歯車の聖地と海流、心地よい環境を整えるのカードが出ております。歯車回ってますからね、はい、もう環境自分で整えて、今日そんなカード多いですよね、はい、歯車回ってますので、環境を整えて、やっぱりね、しっかりした環境がないと、まあスポーツ何やるにしよう、トレーニングの環境、栄養補給の仕方を教えてくれる人、治療というか何というか、こう体のケアしてくれる人、いろんな環境が整ってからこその、まあ、プロ野球チームとか入ったらメジャーリーグでもそうですけども、チームでもすごい環境整ってますので、そうじゃない人は自分で整えていかなきゃいけないんでね、俺なんか、まあ、空手の方の選手やってますけども、おっさんでやるの大変なんで、まあね、もう治療というかケアもしながら、いろんなことを自分で自分の知識を広げていって、なんていうか体力回復させるにはどうしたらいいか、練習方法、結果出すにはどうしたらいいか、いろんなことを自分でやってますけれども、ね、まあ師範とかいろんな人が教えてくれたり、僕はもういろんな自分で出ていって教えをもらってやってますけれども、はい、あの環境を整えながら、自分でやっぱりいろんなちょっと書物調べてね、でもういろんな人に聞いたらいいです。聞くは一時の恥、期間は一緒の恥ですからね、はい、そうやって環境を整えて、成功に向かって動いていってください。6月生まれの方、恋人のカードの逆位置と地流、コンプレックスの変換のカードが出ております。いらんものはちょっとね離れた方がいいです。でちょっといろんな部分金繰り捨てて、コンプレックス、ちょっと悪い部分を逆利用するというか、自分のコンプレックスをいい風に売り物にしてみるとかね、うん、太ってるのをこれをあの売り物にしてみるとかね、うん、いろんなことを、まあ、そうやってやっていけばいいと思いますので、うん、物事ってやっぱりね、もう考え方なんですよ、うん、自分のコンプレックスでも考え方によったら武器になりますしね、そうやって逆の発想やっていけばいいと思いますので、はい、ちょっと考えてみてください。7月生まれの方、力のカードの逆位置と竜神カードが金竜、いよいよ形になる時のカードが出ております。これある意味ね、もし何かやってて限界なのであれば、これ金繰り捨ててください。それかもうちょっと、もう一我慢せなあかんって思うんやったらしてください。それ乗り越えたらいよいよ結果がついてきますからね、うん、だからある意味ね、恋愛でもね、いつまでもうまいこといけへんのをこう背負ってたら絶対ダメですし、それから売りさせてて次っていった方が、運気せっかく上がってんのにね、いつまでも悪いのにこうしがみついてたらうまくいかないんですよ。で人間何でもそうなんですけども、新しいところに行くのって勇気いるんで、あの気持ちポジティブに切り替えてポーン次行く方がね、いい場合でも結構ありますから、はい、そんな感じでございますので、ちょっともうしがみ、金繰り捨てるんなら金繰り捨てる、もうちょっと我慢した方がいいんなら我慢する、ね、自分で決断しないといけないですからね、はい、それはもうきちっと決断してみてください。
8月生まれの方、太陽のカードの聖地と火流、情熱を最優先にのカードが出ております。ヨニタカードですね。太陽さんさん、そして情熱のカード、もう楽しい時ですし、自分でも太陽のように燃え上がって、情熱、はい、もうやるぞっていう気持ちね、気持ちに体もついてこさせる、周りもついてこさせる、周りを納得させる、あなたの気持ちで周りを納得させる、情熱で納得させる、はい、そんな感じで、まあやっぱりね、熱い男ってやっぱりこいつ素晴らしいなって思われるじゃないですか。松岡修造さんとかね、熱い男ってやっぱりウケるじゃないですか。はい、そんな感じやと思ってね、はい、気持ちで周りを納得させる、結果につなげていく、その努力をしてみてください。9月生まれの方、スターのカードの逆位置とフォーリュー、まずはチャレンジのカードが出ております。ちょっと希望見えてない状態なんですよ。ただもうまずはチャレンジやってみる、ダメやったら後戻りは何回でもできるんでね、で別の方法を探してみる、いろんな人から話を聞いてみる、それでいいと思いますので、はい、まずはやってみること、やるは一時の恥、やらぬは一緒の恥でございますので、希望見えない、おもんないじゃなしにね、自分でやっぱりおもろいこと探していかなあかん、希望も見つけないといけない、目標も探さないといけない、いろんなことをやってみたらいいんですよ。でやった上でね、まあなんかこう、例えばもう資格マニアじゃないですけれども、ね、器用貧乏になったらダメですし、やってみて一つ選ぶというかね、はい、そういう風にしてみたらええと思います。資格だけ取って、取ったところがゴールじゃないし、それ取ってプロとして動き始めて、また学びっていっぱいありますからね、はい、僕も占い師になりましたで終わりじゃなくって、ここで数年やるから、だって僕プロデビューして7年になりますし、学び始めてもう何年、14年ぐらいになりますしね、はい、14年前とは全然違いますし、プロデビューした時と今じゃ全然違いますし、プロデビューしてすぐぐらいに来たお客さんね、悪いんですけど、今とは全然違いますし、はい、そんなもんですからね、はい、やってこう、もっともっとさらに先につなげていく、その努力をしてみてください。はい、10月生まれの方、デビドのカードの聖地と黒龍、目の前のことに全力を尽くすのカードが出ております。ちょっと A 部分悪い部分ある、やらなきゃいけないのやれてないなとかね、ちょっと悪いものを背負ってるとかね、なんかそういう悪い環境にあって動いた方がいいなら動く、めんどくさいことをやらないといけないんですよ、うん、でそれに対しても全力で、突き進んでいく、まあそこから離れる、何かをやることに全力傾けないといけないならまずそこですし、まあ次のステップに行くのは簡単やけれども、まあ、そこでいろんな試練待ってるな、もう試練乗り越えることに全力捧げないといけないですし、そんな感じですね。自分、何をやるか自分で一番分かると思いますからね。うん。分かんないときは、周りに聞けばいいですし。はい。そんな感じで、ちょっと悪いものを金繰り捨てて前に進むことに、集中してみてください。はい。11月生まれの方、世界のカードの聖地と、潮流、自分らしく生きるための兆しのカードが出ております。世界に羽ばたけますので、で、自分自身、自分らしく生きる、例えばまあ僕なんてね、いつも俺は社会不適合者や言うてますけど、ほんまにあの手相にね、社会不適合者覇王線っていうのが、素晴らしい線が出てまして、ただ他とこうね、もう普通にまあなんかお勤めしてとか、そんなの無理な方が多いんで、僕みたいにね、そんなから僕はもうね、王者なので、これでも自分でやらないとしゃあないんですけれどもね、はい、もう世界に羽ばたけてますね。羽ばたいてない人は羽ばたいてください。で、自分らしく生きるために羽ばたいてください、出て行ってください。これそういうカードなんですよ。今いる、なんかだから外国行けとかね、別の県に行けじゃないし、自分の今いる世界、自分が見てる世界よりも外に目を向けてくださいと、うん、そしたらもういろんな自分らしく生きる方法ってあると思いますので、そこでまたね、ちょっといろんな一つに絞ったりとかしないといけないんで、興味持ったことはつっついてみる、はい、そうやってみてください。12月生まれの方、皇帝のカードの逆位置と運流、あなたは見守られているのカードが出ております。ちょっと自分本位のことができない、自分らしいことができない、あなた
がこう上に立てないとかあるんですけども、あの押してダメなら引いてみる、一回押してみることでまた新たな局面が見えてくるっていうことはありますからね、うん、自分でちょっとあかんあかんと思ってても実はもうあこれでええわっていうことはありますので、で、こうそれかこううまいこと いかない自分が思うように進まないことでもあの手を貸してくれる人がいるというかね、うん、分かってくれる人もいると思いますので、その人を味方につけてやってみるとかね、うん、ちょっともうなんかストレートにまっすぐまっすぐ行くんじゃなしに、もうやり方を考えてみたらいかがでしょうか。そしたらちょっと新しい局面が見えてくるということもございます。はい、いかがでしたでしょうか。もうだいぶね、朝夕寒くなってまいりまして、布団から出るのが、嫌やとかね、夜中ちょっとあの布団がはだけてたら寒いなとか思います。そこで風邪ひく方結構おられますのでね、まあ、あの暖かい服着て寝てたらだいぶ助けられます。あとね、生姜結構食べてくださいね。やっぱり体温まってというか、なんというか、うん、免疫力も上がりますしね。で今なんかあのなんか免疫上げるためのね、なんかあのヤクルト的なコマーシャルをやってますけど、そんなの飲むのもいいと思いますし、はい、まあある意味ちょっとさ寒いというか涼しい寒いで落ち着いてきてますので、まあ、暑いのからいきなりガーンとね温度下がったりする時がちょっと体ついてこなくてだるいみたいなことありますけど、その時よりはちょっと体はねあの楽になりましたんで、はい。そういう時もね、もう大変な人大変なんでしょうね。僕なんか強いんで、まあまあまあちょっとなんかだるいなは感じますけれども、はい、体調整いながら、もう11月ですからね、はい、残りの2ヶ月、悔いのないように生きてください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。